たくみみでコーデ対決をしていきたいと思います。ただね、コーデ対決をするだけじゃあんまり面白くないということで、発売中のボカビを使ってコーデ対決をしていきます。こちらです。任天堂スイッチ初のおしゃれゲーム。すごいたくさんの洋服とかアクセサリーとか全身コーデの洋服が気持ち良いし、こちらですね、ティーンズファッション誌ナンバーワンのニコラさんが監修してるらしいです。はい。でプラスイケメンたちの恋愛ができるらしい。おお、チラ見しちゃったんですよ実は。ただもう本当にかっこよくてキュンとしましたね。はい、ということで今回は例えば、赤いワンピースを着てキュートな服装にしてとか言われたら、そのテーマに合わせて私たちがコーディネートしていくっていう感じです。その選んだ全身コーデを実際に買ってきてそれを紹介したいと思います。ということでレッツゴー。はい、ということでね、まず最初はみなみちゃんからね。はい、どうぞ。お仕事はコーデの練習積みに、カジュアルなジャケットにガーリーなアイテムを組み合わせてね。あ、なるほどね。これがテーマなの。あー、これに合わせて。そう、そういうことか。わかりました。わー、緊張するな。インナーとか、インナー、めっちゃいっぱいあるんだよね。すごい。めっちゃいっぱいある。もうこんぐらいだよ。まだ本当だ。どんどん下に行ける。かわいい、かわいい。でもカジュアルなジャケットにガーリーなアイテムでしょ。それやっぱ白かな。はい、これにしよう。トップス。絶対いっぱいあるよね。ガーリーでしょ。でもこれどっちかって言ったらカジュアル。かわいいよ。これもカジュアル。ガーリーだから。ね。ふわふわした。かわいい。めっちゃ似合う。いや、検索してみる。トップス。何色がいいかな。あ、これでガーリー。これで。かわいい。これは秋っぽい。迷う。これは見てくださいこれにしよう。 OK。 あー、かわいい。でも柄だ、ガラガラ。無地じゃない。かわいい。かわいいよね。カーキ、かわいい。あ、カーキかわいい。どこ、これはね、こっちが迷ってなんだエンジ色にします。それはビゴで買える。買えない。あなたもビゴで買えるの。そうか。決まった。ここでは試してきるの。はい。かわいい。でもこの女の子がかわいい。してる。かわいい。かわいい。かわいい。いいね。いいね。はい。じゃあね。はい。さくらやっていきたいと思います。はい。無地だから柄が可愛いね。確かにね。さっきは反対だったから。そうだ、さっきは逆だった。でも、この辺は、じゃあ、一旦これで。え、そう、一番右のデニムとかね、ほんと可愛いよね。これはなんかめっちゃ持ってて、ね、あー、かっこいい。どうしようかな。じゃあ、こっちで。はい、あるか。あー、いいよ。いいよ。いいよ。あ、あ、でも上でね、チェックなんだ。そっかそっか、可愛い。あ、これ可愛いな。可愛い。あれつけたい。あ、黄色が差し色になってるから。あ、かわいい。かわいい。はい、はい、かわい
はい、二人とも完成しました。ということで、二人がね、コーディネートしたのがこちら。じゃん。かわいい。かわいい。この女の子スタイルいいしさ、めっちゃいい、ね。かわいい。だから、チルがちゃんと着こなさないと、ね。そうだね。はい、ということで、実際に服をウィゴーさんに買いに行きたいと思います。レッツゴー。ということでね、実際に着てみました。違うところもちょっとありつつも、うんうん、ちゃんとね、ゲームの中でコーディネートしたのと、うん、似たような感じでコーディネート着れたかなって感じです。かわいい、クール。カジュアルとガーリーが2人ともね、うん、同じ数だけあるんだけど、2人とも全然違う感じになっている感じです。上がね、コーディロイみたいなイメージしてたんですけど、なくってガーリーっぽくなっちゃったけど、最近できたからね。これもね、そう、結構なんかかっこよくなった、このおかげで皮をイメージするんだけどね、嬉しい。でもかっこいい。ここでメルプチを見ていただいている方にスペシャル情報です。今表示されているパスワードをトップ画面から入力するとスペシャルコーデがもらえます。ちょっとできるんだって、みんな。そのスペシャルコーデがこちら。はい、めっちゃかわいい。今流行ってるくすみピンク、暗すぎず、まあ、バッと明るすぎずみたいな感じで、うん、使いやすいね。コーディネート困った時にはこれを参考に、そうだね、みたいな感じです。はい、はい、ということでですね、こちらのゲームはもうね、本当に恋愛もファッションショーも青春も、もう本当にいろいろできるので、私たちも本当に欲しいぐらいなんですけど、そうだね、もう女の子の大好きがたくさん詰め込まれているので、みんなにね、お見せしていただきたい。メイクとかもできる、お団子だったんですけど、今回はいろんな髪色とかもメイクとかもカラコンとかもめっちゃ細かいです。眉毛、まつ毛も本当に本当に本当に飽きないよね。もう絶対飽きない。みんなもね、はい、ぜひしてください、はいはい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。